この駅はとある赤い電車の拠点駅です。しかし設備が貧弱でカオスとよく言われます。皆さんこんにちは、コツアズ鉄道チャンネルへようこそ。京急線の品川駅は JR 品川駅の西端にあり、多数の乗客と列車をさばいている京急本線の起点駅です。 JR 線との乗り換え駅として都内から羽田空港、成田空港へアクセスするための駅として、また京急線の拠点駅の一つとしてなどなど、都営浅草線直通列車はここを境に種別などが変わることも加味し、品川駅は京急の都内側における一大拠点として機能しています。ところが初見では分かりにくい整列乗車や車両の連結、切り離しが日常的に行われているなど、カオス駅としても知られています。一体なぜ京急品川駅はカオスと言われるのでしょうか。この動画をご覧いただくことによって、京急品川駅がカオスと言われる理由について知ることができるほか、このカオス状態が解消される予定はあるのかについても知ることができます。それでは本編へどうぞ。品川駅とは？品川駅は東京都港区高輪3丁目と港南2丁目にまたがる JR 東日本と JR 東海、JR 貨物及び京浜急行電鉄の駅です。日本で初めて鉄道が開業した150年前からある駅で、1872年6月の仮開業時からこの地に存在しています。現在の乗り入れ路線は JR 東日本の山手線、東海道本線、 JR 東海の東海道新幹線、そして京急本線であり、全国でも有数の大規模駅の一つです。なお JR 東日本は正式路線名のみを述べたのみであり、実際には運転系統として山手線、京浜東北線、横須賀線、東海道線が乗り入れるほか、総武快速線の一部列車も横須賀線を経由して品川駅へ乗り入れてきます。さらに東海道線は東京上野間の東北本線の列車線である上野東京ラインを介した上で、宇都宮線、高崎線、常磐線の列車も乗り入れてきます。品川駅を通る列車もかつては通過駅がありましたが、現在は寝台特急、サンライズ瀬戸、サンライズ出雲以外は基本的に定期列車は停車します。一方の京急はというと、品川駅止まりとなる列車も多数あります。しかし1時間に12本程度を限度に、一部の列車は品川駅を経由して都営地下鉄浅草線へ直通し、さらに浅草線を介して京成線、北総線、芝山鉄道線にも直通運転を行い、最大5社の相互直通運転を行っています。また2027年開業を目標として JR 東海がリニア中央新幹線の建設を進めていますが、品川駅はその東京側始発駅となることが決定しています。それだけでなく、2030年代半ばには東京メトロ南北線が白金高輪から先、品川駅まで延伸してくる予定です。京急品川駅とは？そんな京急の品川駅は実質的な京急本線の起点駅で、京急の東京都心側拠点となる存在の駅です。以前から山手線など JR 在来線各線との接続駅として、京急の都心側拠点駅としての性格を有していましたが、1998年の京急空港線羽田空港直下乗り入れ、2003年の東海道新幹線品川駅開業、2015年の上野東京ライン開業など、年々その地位は高まっています。
さらに2027年開業を目標にリニア中央新幹線が建設中であることや、2030年代半ばに東京メトロ南北線が乗り入れることもあり、品川駅の地位というのは今後もますます高まっていくと予想できます。京急品川駅のホームは品川駅全体で見ると西端の2階に位置しています。12両編成対応の乗り場が2つと10両編成対応の乗り場が1つあり、東側から1番線、2番線、3番線となります。各ホームの発着列車は1番線から横浜羽田空港方面の下り列車、2番線から仙岳寺、地下鉄浅草線方面の上り列車が使用し、3番線は基本的に平日夜間下りのイブニングウィング号と平日朝の下り普通車が使用します。ただし3番線は1番線があるホームとホームの場所が異なります。京急品川駅は1番線が面するホームと2番線と3番線が面するホームの2つを備えた構造で、3番線は行き止まり式となっています。その他北側の本線に挟まれる形で、通称新品川と呼ばれる留置線が2線、 X 線、 Y 線があります。京急品川駅では3番線を除いた1番線、2番線、X 線、Y 線では日常的に連結や切り離しが行われています。京急が品川駅へ乗り入れるようになった経緯は、ここで京急が品川駅に乗り入れた歴史について説明します。1899年1月に関東で初めて動力に電気を使う電車で運転する路線として、産経客輸送を目的に現在の大師線を開業させた大師電気鉄道は、その年の4月に京浜電気鉄道へと社名を改称し発するし始め、1904年には現在の品川駅近辺まで乗り入れるようになります。当時は現在の北品川駅を品川駅と称して、そこを京浜電気鉄道の東京都心側ターミナルとしていました。京浜電気鉄道の路線で品川までやってきた乗客は、そこで当時の東京市電に乗り換えた上で東京都心へ向かっていたのです。その後京浜電気鉄道は青山方面への延伸を構想しますが頓挫。1925年現在のウィング高輪の位置に高輪ビルディングという駅ビルを建設し、そこに併設された高輪駅をターミナルとしました。この高輪駅は現在の北品川駅から延伸したことで誕生した駅ですが、東京市電との乗り換え駅ではなかったため、開業以降も多くの乗客は高輪駅を利用せず、現在の北品川駅で東京市電に乗り入れていました。しかしその後京浜電気鉄道は後に子会社となる湘南電気鉄道と直通運転を開始することになります。それによって線路の幅を 1372mm から 1435mm に変更する必要があり、現在の北品川駅への東京市電乗り入れや高輪駅への乗り入れができなくなります。そこで1933年4月線路幅の変更と湘南電気鉄道乗り入れと合わせて、当時の鉄道省品川電車区の敷地を譲り受け、現在の JR 品川駅の隣に乗り入れることになりました。以来品川から浦賀までの大動脈を完成させたことにより、品川駅は実質的な始発駅として位置づけられ、現在に至っています。どうして京急品川駅はカオスなの？品川駅は1998年の京急空港線羽田空港駅開業や2003年の東海道新幹線品川駅開業、2015年の上野東京ライン開業などを経て、近年の周辺地域の大規模再開発と合わせ、その立地の重要度は急増し、
建設当初は想定しなかったほどに利用客が急増しています。1日の平均乗降人員は2014年度に100万人を超え、 JR 東日本のみの利用者で、2016年度から2019年度は渋谷駅よりも乗車人員の多い駅になりました。 JR 東日本で比較すると、30年ほど前と比較して倍以上に増え、京急の利用者も 1.4 倍程度に増えています。そのため品川駅の構内や周辺は昼夜を問わず混雑しているのですが、ここエリニア中央新幹線が開業すると、東京で唯一の拠点となる品川駅は乗り換え客の増加が必至です。そんな中、京急品川駅の2020年度の1日平均乗降人員は16万8324人となっています。空港需要が高かった2019年度までは30万人に迫る勢いで利用者は急増し続けており、終日にわたって利用者がたくさんいます。ただし京急の全駅でのランキングは横浜駅に次ぐ2位となります。これは南部の利用者が品川駅ではなく横浜駅で JR 線などへ乗り換えて東京都心へ向かう利用者が多いためです。当然利用客が多いことは京急品川駅がカオスとなる理由の一つですが、他にも理由はあります。京急品川駅はこれだけの規模でありながら、実質的に1番線、2番線の上下1本のみの線路だけで、他方面へ向かう多数の列車をさばいています。しかも協定により線が9時、都営浅草線方面へ向かえる列車は1時間に12本までと決まっており、それゆえ品川行きや品川始発もたくさんあります。このうち上り列車のホームである2番線は線が9時止まりか、京成線直通列車を含む浅草線の直通列車だけが走ります。そのため行き先こそ多彩ですが、目的地次第にはなりますが、基本的に大きな混乱はないでしょう。泉岳寺止まりを除くほとんどの列車が押し上げより先まで行くためです。一方の下りは特に1番線だけで多くの種別や行き先の列車をさばく必要があります。そのため方面別の整列乗車が日常的に行われているのですが、これがまた初見では分かりにくいのです。京急線方面のホームには本線で横浜、三崎口方面へ向かう特急快特と羽田空港方面へ向かうエアポート急行、特急快特とエアポート快特、そして各駅に停車する普通車が発着します。さらに横浜方面は都営浅草線からの直通と品川、泉岳寺始発の列車があり、品川、泉岳寺始発については2つドア車か3つドア車かで整列する位置が変わります。そのため乗車口付近の足元には品川から京急沿線に向かう場合、どの列車をどの位置で待てばよいのかが赤、青、緑、黒の4色で色付けされています。しかし使い慣れている人にとってはまだしも、初めて利用する人には難しいのではないでしょうか。ところがそんな複雑な京急品川駅の整列乗車でさえ、ミューの赤い安畜商のこの駅よりは確実に分かりやすいでしょう。なお名古屋の赤い電車の拠点駅のカオス、複雑さについてはこちらの動画で解説していますので、気になった方はぜひそちらもご覧ください。また京急品川駅では列車本数に余裕がない中で、連結と切り離しが日常的に行われていることもカオスな状況に拍車をかけています。連結と切り離しは実は1番線と2番線だけでなく、引き上げ線の X 線、Y 線、通称新品川でも行われています。なお新品川とは品川駅から電車が折り返す引き上げ線の奥で、
業務用として使われている場所のことです。もともとこういった名称はありませんでしたが、数十年前から社員が新品川駅と名前をつけて看板をかけるようになったことからか、そのうちに鉄道ファンの間では知る人ぞ知る幻の駅として扱われています。さらにダイヤが乱れた際には臨時で3番線に当駅止めとして到着させた列車を浦賀方の本線上で折り返して1番線へ入れ替える作業、通称浦賀スタートトラック、略して UST や入れ替え待ちなどでの渋滞がしばしば発生すること、また列車の順序がぐちゃぐちゃになりやすいことなどもカオス化を増幅させる要因だと考えられます。日常的な混雑に加えて複雑な整列乗車に列車の連結、切り離し、さらにダイヤ乱れ時の対応などと独特すぎる京急品川駅はカオスだと言われても納得でしょう。カオス状態解消の予定は？さて、そんなカオスな品川駅ですが、今後カオス状態が解消される予定はあるのでしょうか？ところで2020年4月、東京都は京急本線泉岳寺新馬場間の連続立体交差事業に着手することを発表しました。これに合わせて京急は同年から品川駅地平化の事業を進行しており、地平化後は行き止まり式ではない線路の乗り場が上下で2本ずつ合計4本設けられる予定です。新しいホームは現京急品川駅の真下の一部とその東側にまたがって設置されます。これによって京急品川駅ではより多くの列車をさばけるようになります。また直通列車と品川駅を始発終点とする列車の接続が容易になるなど、運行側利用者側双方にメリットがあると考えられます。京急品川駅の地平化は北品川駅付近の連続立体交差事業と合わせて2029年度までに完成予定です。ところで新しい地上の品川駅ホームは現京急品川駅の真下の一部とその東側にまたがって設置されますと述べました。ところでその東側はどうやって土地を確保して設けるのでしょうか？この土地については JR 東日本から融通してもらうことになったのです。 JR 山手線1番線ホームと現在の京急品川駅高架の間にある旧品川電車区だった山手線の留置線を廃止して、その空いたスペースを活用して設置されます。また北品川駅から地平へ降りる関係で JR 線の品川駅ホームと並ぶように京急品川駅のホームも北へ150メートルほど移動し、改札口やコンコースも同じ2階に設けられます。現在は工事に関連した一部高架橋の仮設化工事が進んでいるほか、旧山手線留置線部分では本格的な工事も始まっています。またすでに事業が始まっていることに関連して品立や駅面屋など高架下や構内にある店舗の多くが閉店しています。なお廃止された山手線の留置線に夜間留置されていた山手線電車の留置場所についてですが、既存の池袋運輸区構内の留置線と大崎駅付近にある山手線の車両基地である東京総合車両センターへ移管されました。これに合わせて2019年3月のダイヤ改正で山手線品川駅の内回り最終電車が大崎止まりになった影響で1時19分から0時51分に早くなっています。さらに池袋から追い出された埼京線電車は板橋駅構内の貨物扱い所跡地に留置線を3線新設し、そこへ留置することで代替しています。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって京急品川駅がカオスと言われる理由について
多くの種別や行き先の列車を実質的に上下1本のみの線路だけでさばいていること。その上少しでもダイヤが乱れると列車の順序などがぐちゃぐちゃになりやすかったり、列車の渋滞や本線上折り返しなども行われること。品川駅は近年重要度が増しており、利用者が急増していること。現在はカオス状態を解消するため京急品川駅の地上化が進められていることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またチャンネル登録についてもぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。